どうも、ちらです。はい、ということで本日はですね、まあタイトルサムネにもある通り、Kis-My-Ft2 の横尾さんの、結婚の件についてお話ししていきたいなと思います。まあまずね、最初に横尾さん、結婚おめでとうございます。いやまあね、詳細にもある通り6年ね交際した方とのまあこうねゴールインっていうところって、でまあかつね横尾さんはジャニーズ事務所のアイドルっていうわけなんで、なんかそこのこうなんかね一つ山越えた感っていうのはありますよね。だからなんかそこに対してやっぱりああ良かったなっていうか、まあKis-My-Ft2から初めてのこうね結婚したメンバーっていうところもありますし、もろもろ含めてあ良かったなっていうふうに僕はすごくねこの横尾さんの結婚については思っているんですけど、どうですよ。もう本当にね、正直ね、今回僕がね、この動画を撮ってるタイミングをまあ、うーんとかね、思ってたりもするんですけど、もう今日は言わしよし、怒ってます。まあ別に怒ってはないんだけど、なんかこう、腑に落ちないなっていうところがあるので、今日はそれをね、ちょっとつらつらとお話ししていきたいなと思います。まあというのも、今回ね、皆さんもご存知だと思うんですが、横尾さんが、まあ、結婚ね、したことに対して、ものすごい今ネットがもう荒れに荒れまくってるわけですよ。まあ例えばね、横尾さんないし、Kis-My-Ft2 から、まあ単折りしましたっていうのはもちろんのこと、まあなんか今までのね、こう番組とか、そのパフォーマンスっていうところで手抜いてるみたいな、なんかそんなやつがアイドル続けんじゃねえみたいなさ、もう本当にとんでもないような暴論がね、飛び交って、いてでなんかねそれに対して思うところがあるわけですよ。普通に冷静に俯瞰にみたいな。だからなんかそこを今日ちょっともう話していきたいし、あともう言葉も結構強くなるところがあると思うので、なんかそういうのがね嫌だよっていう方はもちろんのこと、Kis-My-Ft2のことに対してちょっと強く言うところもあるかもしれないんで、まあなんかそれが嫌だよっていう方はもう早々にねブラウザーバッグを推奨したいなと思います。まあだからなんかねすごいまあある意味フラットでありますよ。そんなねちょっともやっとしてるけどフラットに話していけたらなと思うので、まあよかったらなんか皆さんと一緒にジャニーズの恋愛事情っていうところについて一緒に考えていけたらなと思います。さあということで、まずですね、僕がね今回のこの横尾さんのこの結婚の件のところに対して思ったことをね整理して言わさせていただきたいなと思うんですけど、まず横尾さんが結婚したっていうところに対してはおめでとうです。もう冒頭にも言いましたけど、本当にあ良かったなみたいな、なんか一つねこう超えたかあるなっていうところに対しておめでとうです。ただこの SNS がこの荒れてるっていうところに対してどう思ってるのかというと、僕は横尾さんは全く悪くないと思ってます。じゃあどこかね問題点だっていうふうに僕は思ってるのかというと、今回のこの SNS のねこうバーって炎上したの原因は、僕はKis-My-Ft2全体の問題だと思ってるんですよ。これを聞いてえみたいな、横尾さんが結婚して横尾さんが炎上引き起こしてるんだから横尾さんがね渡るが悪いんじゃないのみたいなふうに思うかもしれないんですけど、僕はシンプルにKis-My-Ft2が対応力がなかったがゆえに今回の炎上が起きてると思ってます。まあ、だってさ、皆さん振り返ってみてください。今までジャニーズの歴史の中でまあいろいろあったじゃないですか。別結婚じゃなくても、例えば関ジャニ8で渋谷スバルくんが脱退しますってふうになった時、関ジャニメンバー何しましたか。であとね他も何でもいいですよ。例えばスマップの森くんが脱退しますというか、まあ、違うねオートレースの道行きますってふうになった時にスマップの中居くん何しましたか。そうもうこれもう皆さんねちょっと考えたらわかるでしょ。もう全ては対応力なわけですよ。そこが今回Kis-My-Ft2は圧倒的に欠如していたと思うし、そこのスピード感っていうところもすごい遅かった。だから今回のようなこの炎上っていうところが起きてしまったのかなっていうふうに思います。まあ本当ね今ね撮ってる段階ではもうKis-My-Ft2全員メンバーコメントも出してるし、なんか一つこうね平穏が訪れてるところではあるので、まあ今になってね僕が蒸し返したりちょっと水を差すようなねことを言うのはなんかちょっと無粋だなと思うところもあるんですけど、冷静に振り返った時にやっぱりKis-My-Ft2メンバーのこの例えばコメントを出すスピードの遅さだったりとか、あとその発表の仕方とか、もう横尾さんだけ最初コメントバーンって出したじゃないですか。もうその順番とかもほんとトータル見ると、あKis-My-Ft2頼力ないなっていう風に僕は思ったっていう感じです。まあ、だしなんかもっとこう深掘ってねちょっと憶測っぽいところの話にもなるかもしれないけど、Kis-My-Ft2全体のそのね7人いるわけじゃないですか。その中での多分リーダー格みたいな、まあ、その Kis-My-Ft2を引っ張っていってる、まあいわばスマップでいう中居くんみたいな存在がいないんだなとも思いました。まあねこれに関してはね僕は前々からね動画でも言ってる話ではあると思うんですけど、なんかこうKis-My-Ft2横並びでその3と4みたいな構図じゃなくて、みんな7人が横並びで頑張ってこうねみたいなさことを言っているじゃないですかメンバーって。だけどもなんかただ横並びなんですよ本当にマジで。だからなんか例えば誰かがこうね率先してKis-My-Ft2を引っ張っていくみたいな、ちょっと前だとじゃあ北山さんとかいたんだろうけども、それがすごい今ねちょっとこう落ち着いてるわけじゃないですか。みんなフラットすぎて、でかつこう誰か大きいイベント、じゃあ今回でいう横尾さん結婚みたいなことがあった時に誰もメンバーがこう動けないみたいな、
たいな、こうあわあわしちゃうみたいな、でどうしていいかわからないし、こうなんかみんなふわふわふわってこうコメントを出していくみたいな、まあ本当にこのキスマイ2つっていうグループの今のこの12年目の今の課題っていうのがもう本当露骨に出たなっていうふうに思ったところが僕は正直ありますね。でなんかもうこれもねはっきり言いたいんですけど、今ねこうキスマイフット2の担当の方ないし横尾担の方がさ、もう SNS でめちゃくちゃ言いまくってるじゃないですか、もう横尾叩きみたいなね、もう本当に目の敵にしてると思うんですけど、あのマジでクソだから本当にもう想像してください、皆さんのそのちっちゃな脳みそで。例えばね、あなたが結婚します、今一番幸せな状況ですよね、プロポーズされて指輪をはめてルンルンですよね、で結婚しました、バーンって友達に言ったら、今までのあなたのその例えば仕事のミスだったりとか人生を送ってきた上での汚点となる部分、まあちょっとした失敗とかも含めて、もう大きい失敗もあるかもしれない、それを全部まとめてアルバムにして、はいどうぞ皆さん見てくださいってされてるのと一緒ですよ。やばくない？マジで普通にあのゴミだからなんかこの動画を見てる人たち、まあ、ないし僕のこの視聴者さん、いつもコメントくださる方々は絶対僕はそんなことしてないと信じてるし、なんかそんなことをする頭の悪い人たちは僕はいないと思ってます。まあもしねこのね見てる視聴者さんの中でツイッターでねそういうのを見つけた時は、あのツイートに対してリプもしない、そしていいねもしない、もう反応しないということが一番理想ですね。まあそうするとどうなるかっていうと、そのツイートをねもう満を持して出すわけですよ、その人たちっていうのは。今まで出せなかったこうねストレスフルなところ、もしかしたらその人の日常的な部分も載ってるかもしれない、そういうものをもう満を持してバズれと言わんばかりにこうツイートしたものに対して一個もいいねがつかないっていう、うん、もうそれが多分一番ねクリティカルに響くと思うんで、もうマジでねあの反応しない、もうこいつら、あ人生面白くねえんだな、つまんねえんだなっていうところをあの心の中でボソッと思って、まあキスマイ2つの楽しいパフォーマンスを見てちょっとだけ笑顔になればいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあちょっとね感情的にもなってね、話もねちょっとまとまってない感じになりましたけど、本当になんかねあの思ってることを全部話しました、もうすいません。なんかまあこの話を聞いてはみたいな、こいつマジ何言ってんだろうっていうふうに思った方もまあ一人や二人、いや10人ぐらいいるんじゃないでしょうか。だけどあの僕はあのこういう考え方なんで、まあこういう風に僕はフラットに見てるので、はいそんな感じですまあそんな感じでちょっといろいろね話してきましたけど、まあ言えることとしてはジャニーズのこういう結婚とかなんかそういう大きいこうねイベント、出来事に対してやっぱ求められるところっていうのはこうグループの対応力かなっていうふうに思うし、なんかそれがこう正しく素早く行われていたら多分こんなことにはなってなかっただろうなと。あとその対応力っていうのはそのなんだろうな、そういうことがあって養われるものではなくて、やっぱり日頃のこうバラエティ出演とかパフォーマンスとか、あとこうメンバー間のこうコミュニケーションの取り方とか、なんかそういうところで構築されていくこう能力なのかなっていうふうに思うから、なんかそこは、うん、やっぱり備わってるグループはあグループとしても面白いし、見ててもわすごいないいなって思うし、まあ自然とね売り上げとか数字とかもついてきてるんじゃないかなと思ったりします。まあだから例えばもしね仮にですけど、じゃあスノーマンの、うん、ラウール君が結婚しますとかなったとするじゃないですか、その時のスノーマンの対応力どうかなっていうふうに考えたら多分うまくやるんじゃないかなって思います。なぜなら多分今スノーマンすごいこうメンバーのコミュニケーションとか、まあ、仲を見ててもまあ一目瞭然ですよね。だからなんかそういうところが多分キスマイは今回弱かったのかなっていうふうに思うので、まあ次ねなんかそういう大きな結婚はまあ多分ねこんな連打ではないと思うんですけど、まあなんか一つこうね大きな何か発表みたいなさ、なんかそういうのをしなきゃいけないタイミングになったら、まあうまくこうね素早く対応してくれたらまあいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。まあしかしながらね今日はちょっと僕はあの感情的になった部分もあるし、かなりねあの強い言葉を使ったところもあるので、まあコメント欄がさぞ荒れるだろうなっていうふうに思ってたりもするんですけど、まあでもあの逆にさあのああいうことをバーって言ったからしないんじゃないかなすごい実はなんか防御策を張っていたっていうねあの伏線みたいな。まあ多分ね僕の視聴者さんの方はそんなねこう血気盛んになんか高ぶってるというかなんかブラーみたいな感じで行く人はいないんだろうっていう風に僕は日頃ね思ってるんで、まあこういうことを逆に言えたっていうところもあるんですけど、はい、なんかちょっとよく考えて SNS にはコメントを書き込もうっていうことですねはい、ということでそんな感じで今日の動画終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。